なんでこの時点でちょっと上を長めにしとかないと。今日これで寝ます。あ、いいね、ありあり、大体寝る。いいわ、ありがとうございます。あ、俺指で通したから。どうしますか。クリラバカ持ったろうと思って。紐通してくれるらしいです。即席金もいけんの。即席金もいけるんです。これどうするんですか、はい、いきなり始まりました。これワンサーの一番きつい締め方してほしいんですけど、これ。あ、イコール締め、イコール締め、あー、はいはいはい、あ、これね、これ、あ、そう、これです、これね、イコール締め。すげえ、もう絶対そうわかんない。これめっちゃきついっすよね。これめちゃくちゃきつくしたな。これはマジで即席やな。これちなみに僕指で通したやつっすよ。あ、針金のやつ。そう、うん、針金貸してって言った。ハイサイズライン誰も返せへんかって。ハイサイズの人。みんなわからんから返さん。紐通し貸してって言ったら誰も無視。誰も無視。上は紐通ってんの、下通ってんの。いや、だからもう指やからさ。もうこんなんちょちょいちょいか。藤山さんやったら。じゃあ第3回はちょっとテント用意するんで、即接グラブ会しますか。好きなだけ時間使ってください。すみません、今日はこの分飲みおごるんで。あ、なるほど。あ、今日はあれやね、ひろきさんが。どうやってやり始めたの。いや、でもやり方を一度覚えてしまえば。じゃあ YouTube とか見ながら。そうですね、僕は YouTube。 これめっちゃかっこいいですね。ちょっと使いにくいな。いや、ちょっとザラッとしてるね。なんか自分でやるときの気をつけるポイントとかありますか。いや、見栄えって大事じゃないですか。確かに。あ、だから見栄え悪いとテンション上がんないじゃないですか。裏の皮がこう、なんていうの、裏返ってる感じ。そうなんですよ、これ渋い。いや、でもね、え、これ一番締めます。うん、一番締めます。長さ足りるかな。足りんかったら大丈夫。茶碗さんのカスタムあれめっちゃかっこいい。あ、栗山さんのギャラリーがたくさんいます。めちゃめちゃ見てるじゃないですか。手入れグラブ投資、こういうのを出してるなんか業者っていうかアカウントがあるんで、それをもうすでにフォローしといて。へえ。これはでもほんまはお金いりますもんね。いや、でもどんぐらいだったらお金取んないっすよ。あ、じゃあ栗山さんでマッチであって、うん、グローブ持ってて、うん、ちょっと紐通ししてって言ったら、それは無料で。そうですね、僕が紐通し持ってれば全然。クリラバさんがデートしてるとこ狙っていって、うんうん、紐通し、すいませんっつってサインくださいのノリで行ったら、 いける、いいとこ。彼女に、そう、彼女に、ちょっと待ってっつって。あ、これ長さ足りないっすね。これいいっすか。あ、いい、全然いい。いや、値段をちょっと何倍したんかなと。投資仕方簡単なんで。俺は個人的にこの通し方が一番好きかな。そうです、これ締まりますね。締まる。だいぶきつい。わかります。だいぶきつい。あ、わかります。わかります。はい、来ました、アイ203です。アイ203もちなみに BVM イコール締め。イコール締め。めっちゃフィット感いいですよね。めっちゃきついです。めっちゃきついです、ね、向けへんようにしてます。アナはきつい方がいいんで。なんてきつい方が何事もいいです。何事もね、うん、マンホール締めやすいし。マンホールマン心の名言っすね。きつい方が穴はいい。締め付けもいいしね。締め付けもいいし、出し入れ大事なんでね。いや、みんな思うけどみんないつもアウトやね。あのストライク、いや、もっちゃんさんが一番アウト。それ言うたら一番アウトだ。まあ、そうか、うん、中外出し入れ大事だから。大事大事。先端が広がってるといかないんで、ちょっと潰して。あ、潰すんだ。押さないとこれ通らないんで、ピンチ潰して。リストのムートってこんなんかな。こうして、伸ばして。うわ、綺麗や。伸ばして、すごい。本当はこれをちょっと上からトンカチ叩いて、ちょっと収まりよくして仕上げなんですけど、今日ないんで。長かったらあれか、もっといけるもん。そう、長かったらここで出したいんです。長かったら奥までいけるって話。長かったら奥まで。長かったら奥まで。でもこれだけでもグローブって変わるよな。変わるほんまに。はい、できました。あ、できました。阪神が勝ってもヤクルトが勝ったらいい。あったかな。はい、あら、さあどうでしょう。あ、めっちゃさっきより全然いいっす。ほんまに、うん、閉まったわ。閉まった。さっきそもそも紐通ってなかったんじゃん。通るべきとも通ってなかったんで。すげえ。ほんま5分ぐらい。こっちもね、イコールにしてほしいんですよ。 OK です、了解です。2つ目。これはここに付いてる。それめっちゃ長い。長い。いいやつです。
今営業してるからこれ普通に均等にすると思うじゃないですか、うん、でも違うんだ俺均等にしてたそうこことこの距離とこの距離って違うじゃないですか。はいはいはい。あ、もう一回言って、もう一回言って。ここの、こうつけたときに、この長さとこの長さ違うじゃないですか。うん、もう一回言って、もう一回言って。ちょっと待って、見てください、一発で。こう止めたときに、きれい。中を通して、こっちに出すときの、この長さと、確かにな。下のこの長さって違うじゃないですか。はいはいはい。なんで、この時点でちょっと上を長めにしとかないと、最終的に長さが合わないです。やってた人。はい。絶対やってたやん、嘘やん。触ったことないです、星のんかった。ちょっと待って、それ俺バイトでも教えてくれんかった。これも、あ、でもこれラベルがさんなんだ。ラベルがさん、どこで話せた？いけるんやったら全然詰めてくれていいよ。これは別に自分で、まあ、考えて。考えてっていうか、まあそういうことやろうな。たぶん、あー。賢いやつ。ほんま賢いやん。確かに。確かに。21の頃は、そうやな。21の頃、グローブのことなんて考えたことなかった。いや、ほんまそうです。もうない。しかも使えへんから。何やねん脳内脳内ザルス。俺21の時これどのメーカーがやりやすいとかあるん？グローブメーカーで別にあんまりない。通しやすいとか。いやスラッガーですね。スラッガーが通しやすい。スラッガーはあの言い方が合ってるか分かんないけど作りが単純です。へー。あ、いつからグローブに興味持ち始めたん？高校からっす。高校から、僕でも中2ぐらいやったかな。中 2?1000 円の水野サルコン。あ、水野。いや俺紐交換とか草野球してからやで。紐を締めたりしとった。ワンさんの紐で締める、緩めるは草野球始めてからっすか？草野球始めては奥さん結構それであれやったんや。ありがとうございます。ありがとうございます。僕もハイサイズの用具係なんで。用具係？え、じゃあ送りつけていい？あ、いいっすよ。マジで？めっちゃいいわ。しっかり送料だけね。送料だけ負担ね。え、着払い無理？え、着払い無理？着払い無理無理無理。いや、やばいっす、マジで。マジで？どっちもマジで。おー、じゃあこれでいらっしゃいですね。栗山さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そぎゅさやきゅうワンチャンネル。Let's go.